皆さんこんにちは、ビバリチャンネルです。イエイ。はい、今日はサムネとタイトルでわかると思うんですが、プレゼント企画で盛り上がっちゃおう。日頃よりハピバニチャンネルの動画をご覧いただき誠にありがとうございます。久々のプレゼント企画となります。今回プレゼントするものはちょっとお買い物してきたので、まずはそちらの動画をどうぞ。はい、というわけで池袋のワッシュに到着しました。ね、私たちはここのね、モッシュに来るのが初めてなので、まずはちょっと店内からね、見て回っていきましょう。はい、レッツゴー。これはね、多分書いたのかな。かわいいベルがついてるね。ここにはいろんな触れるスクイーズがあるので、皆さんもぜひ触りに来てね。早速中で行こう。はい、見てください。すみっこグラスの牛乳スタッシュパンがあります。かわいい。全部欲しくなっちゃう、本当に。いろんな牛乳スタッシュパンがある。見て見て、ここに描かれてるイラストもさ、すっごいかわいくない？かわいいスタッシュパン。こちら全部私のおすすめとなっております。何が好きかって、そう、マシュマロベアですよ。全部好きです。もうね、この一番おすすめしたいのはマシュマロベアのお腹をギュッこう潰すことなんですよ。もう本当に触りごたえあるし、ふわふわでね、気持ちくて、私の一番のお気に入りです。うわー、今日も柔らかい。それでは今回プレゼント企画でプレゼントしたいスクイーズは、はい、今回プレゼント企画でプレゼントをするのは、このムースパウンドケーキのさくらんぼムースと、ムースパンのキャラメルムースとストロベリーミルクになります。いや、でも限定だからね。キャラメル、え、超キャラメルなんだけど。うわ、いい香り。こっちのさくらんぼムースもすごいふわふわだよ。もちもちというよりふわふわって感じ。うわー、癒される。はい、こちらはザ・ハトルテミニのストロベリーミルクになります。これもね、すごいね、ミニなのにね、厚みがあって触りごたえがね、ありますね。こちら池袋モスです。池袋だよ、モスだよ。この3つはモス池袋店限定品なので、トイストー行くのを読む。そこでハピバニチャンネルはこちら3つを買いたいと思います。そしてなんとプレゼントしたいよ。それではお家のさえちゃん、ご案内ください。はい、そして次はこちら。はい、シノです。原宿のモッシュに来ました。イエーイ。それでは原宿モッシュ限定のスクイーズを探しに行ってきましょう。はい、レッツゴー。あった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 。見てください、こちらにムースパンがあります。原宿限定になっております。あ、モッシュですよ。触り心地はとにかくもちもちです。もちろんこちらのムースパンを一つと、はい、そしてこちらも原宿モス限定なんですが、キャラメルパウンドムースケーキになっております。見ての通りふわふわですね、最高です。はい、そして引き続きまして、こちら原宿モス限定のエンジェルバニーになってます。池袋モスで見た色と違って、こんな感じの薄い灰色かな、かわいい。限定色となっているので、こちらも一つ選んで帰ります。ちょっと待って、見てください、なんとこちらザ・ハトルテミニのミルクチョコがあります。早速触りたいと思います。もっちりかな、もっちり。池袋のモスではミルクチョコだったんだけど、なんと原宿モスではミルクチョコがありました。これも一つ選んで
つ買います。じゃあまずはこれ一つ、これも箱に入れちゃったわよ。そしてもちろんこちらもよ。エンジェルマニーくんです。さーい、それでこの4点をプレゼントしたいと思います。はい、それではお待ちください。はい、一つ目はこちらです。池袋モス限定のムースパウンドケーキのさくらんぼムースになります。はい、今回のプレゼント企画は8つとも限定品のプレゼントにしました。池袋や原宿が遠くて行けないっていう人もいると思うので、今回は限定品のみのプレゼント企画にしました。こちらさくらんぼムース、とってもいい香りなのですごいおすすめです。あとこうムースパウはね、上からペタッペタッって触るのがもう本当に音もすごいいいので最高だよね。もう触り心地も全部最高です。ムースパウンドケーキとムースパンを開封している動画は概要欄にあるので、ぜひそちらを見てみてください。はい、そして2つ目が池袋モッシュ限定のキャラメルムースパンになります。はい、色はこんな感じです。はい、そして3つ目が池袋モッシュ限定のザ・ハトルテミニのストロベリーミルクになります。すごい色綺麗だよね。薄いピンクの色で白いクリームがかかってます。かわいい、柔らかいって感じがするね。こちらの香りもね、すごい甘い香りがして癒されました。そして4つ目が池袋モッシュ限定とモフモ大阪限定のエンジェルバニーティファニーです。見て、すごい綺麗な水色、かわいいね。新色すごい綺麗。限定品ということもあるのでね、クイズ好きにはたまらないんじゃないでしょうか。はい、そして5つ目が原宿モッシュ限定のムースパウンドケーキのキャラメルムースです。このね、ムースパウンドケーキは大きさもそこそこあるので、とても触り応えのあるスクイーズです。はい、そして6つ目が原宿モッシュ限定のさくらんぼムースです。すごい色が赤々しくていいよね。でもムースパンはこう上をねパッ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 てやるとパッて音がしてすごいいいので、皆さん試してみてください。音フェチにも最高です。7つ目は原宿モッシュ限定のザ・ハトルテミニのチョコレートミルクです。はい、こちら限定品ばかりのプレゼント企画だと言っていましたが、なんとブルームのツイッター情報によると、こちらアマゾンでも購入できる準備中だそうです。もしよかったらアマゾンをチェックしてみてください。はい、そして8つ目は原宿モッシュ限定のエンジェルバニーのグレースです。なんか後ろに、はい、こんな感じでちっちゃいね、白い羽がついてるのもまたキュンとしますね。はい、以上こちら8つになります。そして応募方法ですが、パソコンやスマートフォンから Google アカウントでログインの上ご応募いただけます。応募期間なんですが、2019年9月6日の金曜日の今からなんですが、2019年9月16日の月曜日の23時59分までとなります。ぜひチャンネル登録してくださいね。お願いします。応募条件なんですが、ご応募は1人1回までとさせていただきます。そして発送上の都合で、ご応募は日本国内にお住みの方に限定させていただきます。そして当選発表や商品発送などは当選者の方のみにメールにてご連絡させていただきます。概要欄の方から応募してください。この動画のコメントにあのスクイーズが欲しいって書いても抽選の中には入らないので気をつけてください。必ず概要欄の応募フォームから応募してください。今回はね、こちらのショッパーもやっといただいてきたので、この中にスクイーズを入れさせていただいて発送させていただきます。ということで皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok もやっているので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではまた見てね、バイバーイ。夏休み明けても頑張ろう。